電話問題勃発。私は脱サラして電車も走らない田舎町福岡県八女市にストレスのほぐれる居場所を作ると決めた32歳の男。電話番号は絶対に必要。お店専用の番号を契約しました。チラシにも看板にもマイプレのページにも電話番号が載っているので電話が鳴るだろうと思っていたのが甘かった。とは言っても来ないわけではないけれども、電話が来たかと思えば丁寧な喋り口。いや、そういうのいいです、そういうのいいです。営業が多いのが現状。予約はほとんどインスタの DM や LINE なんです。もちろんそれでもいいんですが、歌います。チラシを見たら、看板見たら、そこに番号が載っていた。なら一本、二本、三本、四本、電話が鳴るさと思ってた。けど一本、二本、かかるのは、間違い電話か営業。専用そんなこと言ったって、携帯の番号じゃかけにくいなんて、契約する前にそう言っといてって、叫びたくなるが気に入ってる番号080はおやおや、3980、サンキューハラデイ、市外局番が0943だから、最後に持ってきました。おやおや、サンキュー払ってやめにオーブン。さすがに更新頻度がひどいのでやり方を変えます。